して埋もれるな。たかだか人間だ。図に乗るな。人に感謝、人に賛美、人に憂い、決してちょづくな。孔明を垂れろ。孔明を垂れる稲穂かな。おめでとうございます。今日から皆様はベーションのクラスに上がりました。今まではずっとマスターのクラスでしたが、今日から皆さんはそうベーションのクラスです。これはこれですね。そうです。こう見てるだけでも輝きが全然違う。全く違う。サファイアさんなんかね、すごいもんね。知ってますか皆さん、サファイアさん、この間息子さんが私立に上がりました。おお、ね、私のせい、私のおかげだよね。いや私のすいません、ね、続いてね、肩パッドさん肩パッドさんね、またはすごいね、ほんとね。シミがね、知ってますか、シミが取れたってね。いや私のおかげじゃないですよ、君はホワイトさんですよ ね、 大丈夫ですか。いえいえ、私じゃないんです。そしてダンプカーさんね、ダンプカーさんね、聞きましたよ。ダンプカーさんあれですか、スポーツがお好きでね、この間ね、東京オリンピックが7年後開催するっつって非常に喜んだっつってね、ありがとうございますって言われましたけど、どういたしましたどういたしました。やりました、私やりました、そういうこと、そういうことしました、私が。そうです。で、何が一番すごいか、この中で言うとね、8両編成さんです、やっぱり。えねえ、ずっと8両編成さんは皆さん知ってるか知らないかあれですけど、つり革がつかめなかったんですね。で、つり革がつかめないことによって電車の中で人に捕まる行為をしてしまった。そういうことによって痴漢だと勘違いされた時もあった。そして警察にも捕まり損なった。損なった捕まりそうになった、ね、だけどもうそういうことはなくなった。今度はどうしますか。自分の夢でも掴んで幸せも使いますか。お落ち着けまだ早い、ね、先ほども申しましたように、皆さんは今日からベーションのクラスです。今までマスターのクラスで難しかった、もしくはできなかったことが、実は今もうすでにできるようになってるんですよ。本当です、本当です。いいお客さんだ本当なのです。それではやってみましょうか。自信を持ってください。今までできなかったことが、実はもうベーションではできます。マスターベーションでできますいきますよ。おさらいです。私に続いてきてください。いきます。いただきます。はい、いただきます。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。相席いいすか。はい、相席いいすか。ほらできたこれはこれだ。いやいや、これはいい。私からだけの、私からだけのこれだ。私からみんなに対してのこれだ。これはこれだ。え、もうできるようになってるんですよ。ただね、人間っていうのは一人ではないね。そして一人では決して生きてはいけないのです。皆様、いつものやつやりましょう。お隣を見てください。お隣同士手を取り合ってください。さあ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 そうです、手を取り合ってください。そうです、そうです。皆さん手を取り合って、手を取り合ってください。手を取り合って、はい、手を取り合って、手を取り合ってください。手を取り合って、一人では生きていけないです。人は一人では生きていけないんです。一人で勝手に、そうだ、生まれてきたことは誰もいない。そんなアダムの意味も結局木からだ。そうだ、なんだかんだ木からだ。はい、手を取り合っていきますよ皆様。はい、開けてください。
きますよ、開けて、いきますよ、いつものやついきますよ、せーの、きったねこれも絶対忘れちゃダメ、201例、絶対忘れちゃダメ。私とあなたたちが最初に出会った時の約束でしょ、201例した後は結局ざわつかない、ざわつくべからず俺も言ったはずね、ざわつくべからず、はい、ざわつくべからずこれいい、これは私からのこれだ私からだけのこれだ、これはね。さあ、これが言えたってことは、先ほども申しましたようにあなたたちはベーションのクラス次の挑戦にやってみましょうね、ステップアップしましょう。今から私が言うことについてきてください。先ほどのことが言えたんです、もう何も言えないことなんだね。私についてきてください。いきますよ、ついてきてくださいね。セン・ベラ、はい、セン・ベラ、サンバラ、はい、サンバラ、サンバラ、ハンドル、ハンドル、はい、サンバラ、ハンドル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 、はいはいはい、ざわつくべからず。まだ早いですね、まだベーションになって1日ですからね。これは湿気、ちょっと私意地悪しましたね、ごめんなさいね、これ湿気湿気湿気。じゃあそれではここでね、皆さんのちょっとロフトに値するペティングのものを紹介しよう。うん、これ皆さんちょっと上に値するものです。君のせんべいのネームはベーションまではフェニックスでした。ペティングになってからたわしです。たわしくん、見ててくださいよ、よく見ててくださいよ。サンベラ、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 コンジュラハンズル、コンジュラハンズル、ハンドガスクナーシーテンゾバースクスコーノメサイダーハンドガスクナーシーフィリアゴムアーザークソーナークソーナーザ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 ークソーナそんな憧れなくてもいい最初ですから、彼はもうペティングですからね、ね。でもです、実はこんな彼でも昔はそうではなかった、最初からここまでできる技術はなかったんだよね。そうです、最初は引きこもりだったんですから引きこもりでずっと家にいた、親のすねばっかかじって、右足か、右足ばっかかじったか、いや右足ばっかかじった親ので、やれ飯持ってこう、家の中でね、自分の部屋の中で、やれ自分の部屋の石油ストーブの灯油が切れたから買ってこいっつって、まあ勘のいい方はもうお気づきかもしれません、そうです、彼は雪国の出身ですそうなんです。だから彼はね、これじゃいけないと思って、これじゃなんとかダメだと思ってね、家に出ようと心がけたんです。外に出よう、俺は出るんだ出るんだ、もうかれこれ触ってないあのドア、引き戸か押し戸かわからないドア、一か八か引いてみた、結果押し戸だっただけどなんとか出た、なんとか彼は出れた、出れたのまではよかった。その後です、もう一人の心の中の自分のモンスターに出会ってしまったんだよね。はい、自転車のサドルを舐めるというね自分の中のモンスターに出会ってしまった。自転車のサドルを見たらペロペロッと舐めたくなる、衝動に駆られる、どうしよう、抑える抑える、舐めちゃうペロッつって、まず1台舐めたらもう歯止めが2台3台当たり前、4台5台当たり前だ、もうペロ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 から舐めた、舐めて舐めて舐めまくったんだ、週何回ぐらい舐めた君は。2です週7回も舐めた、ペロ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 舐めて、そこで彼は気づいた、一番サドルがあるところはどこだ、そう自転車があるところはどこだ、駅前だ、駅前がサドル天国だ、駅前に行ってはもうペドルペロ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 舐めた、舐まくったんだペロ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 舐めてな、お前はペロ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 舐めたんだ。そこでです、その時です、私が彼に出会った。彼を見て私はこう思いました、やべえなマジやべえな。そこで私はさらに思いました、彼を何とか助けてあげたい、何とか救ってあげたい、もうそれは真剣に考えました、本当に真剣に、とんでもないくらい、どうした